名港火力発電所は、かつて名古屋市港区一周町に存在した火力発電所である。1939年より1982年にかけて運転された。戦前期における中部地方の主要7事業者が出資する中部共同火力発電株式会社が建設。直後に日本発送電へと移管され、1951年から廃止までは、 中部電力に帰属した。出力は最大で28万5 0 0 0ット元は石炭火力発電所だったが、1969年以降は重油燃料の石油火力発電所として運転された。戦前期において名古屋市を中心とする中京地方に電気を供給していた東方電力では、滑水機の水力発電発電量を補う補給火力発電所として、 名古屋港にて1925年より名古屋火力発電所を運転していた。また、矢作水力も名古屋港に補給用火力発電所を1928年に建設していた。1930年代になると中京、関西などに供給する日本電力も名古屋火力発電所の建設を検討し始めた。水力発電の増加に伴う補給火力の増強と、 発水時に甘崎火力発電所から長距離送電するという非合理の解消を目的とするもので出力は7万キロワットを予定した。ところがこの日本電力の方針に東方電力は反発業界団体の電力連盟に持ち込み議論を続けたが結論には至らなかった。一方天津新では当時共同火力発電方式による電力統制を施行しており 東方電力名古屋火力発電所の増設を最後に、個別発電所の認可を打ち切り、以後は共同火力発電に限るという方針を固め、1936年5月に、東方電力、日本電力のほかこの地域の電力会社4社の代表者を呼び出して、省の共同火力案を示した。そして低新省の主導により、最終的に中部地方の主要七社、 東方電力、日本電力、大道電力、矢作水力、揖斐川電機、中部電力、合同電機にて、共同出資によって、新会社、中部共同火力発電株式会社を立ち上げ、最大15万キロワットの火力発電所を新設する、という方針が固まった。1936年7月15日、東京、日本工業クラブにて、 中部共同火力発電の創立総会が開催された。資本金は1500万円で、初代社長には東方電力社長の松永安左衛門が就任した。発電所用地は名古屋厚生部の草競馬場跡地が選ばれ、翌1937年4月に着工。2年後の1939年1月、発電所は名港火力発電所として運転を開始した。 発生電力は、東方電力、日本電力、大道電力、矢作水力、伊比川電機の5社に分配された。発電所のある地域は、建設当初の段階では、名古屋市港区稲栄新田の一部であったが、1940年より、一周帳として起立した。当時の名古屋市長県お市が、発電所完成を祝い、社長、松永安左衛門の画号、一周を取って、 照明を命名したという。1939年4月1日、電力国家管理政策の担い手として、国策会社に本発送電が設立された。設立に際し、全国の電気事業者より出力1万キロワット調の火力発電所が同社に出資されており、東方電力、矢作水力両社の名古屋火力発電所も出資対象となっている。 名港火力発電所も本来は出資対象に含まれるが、日本発送電の設立準備中の段階では工事中であったことから差し当たり対象から外された。1939年1月の運転開始後、電力管理法に基づく日本発送電と中部共同火力発電の合併が決定され、1939年7月17日付で合併契約が取り交わされた。 合併時における中部共同火力発電の資本金は、交渉1500万円、払い込み900万円で、合併までに全30万株のうち29万9600株を日本初送電が取得していた。合併比率は、払い込み資本金を基準とする1対1で、中部共同火力発電の残余株式400株に、対し日本初送電の額面50円。 払い込み済み株式240株を発行するという合併条件であったが合併と同時に残余株式を取得して即日焼却し日本初送電としては合併に伴う資本金増を避けることとなった合併は同年10月31日付で昭和電力の合併と共に実施された太平洋戦争後の1951年5月1日 電気事業再編成によって中部電力が発足する。この時日本発送電から中部電力へ名古屋火力発電所が譲渡され、明港火力発電所、清水火力発電所が出資されている。以後、廃止まで中部電力によって運転された。中部共同火力発電、日本発送電時代に建設された明港火力発電所の初期設備は、 1>, 1号から3号までのタービン発電機である。1号機は出力5万キロワット、2.3号機は出力5万3000キロワットで、これに対するボイラーは1号から7号までの7巻が用意されている。ボイラー7巻による発生蒸気は1から3号機で共通利用されるほか、1号初内タービン発電機、及び4号初内タービン発電機もこれで稼働する。 1>, 1から7号ボイラーと1から3号タービン発電機の概要は以下の通り。これらの設備のうち、まず1号タービン発電機、1号、初内タービン発電機、1から3号ボイラーが1939年1月24日に完成した。ついで同年12月に4から5号ボイラー、2号タービン発電機、翌1940年10月に6号ボイラー、3号タービン発電機が、 それぞれ完成している。2号機完成の段階では認可出力は設備容量と同じ10万6 0 0 0ットとされたが、3号機完成時は設備容量15万9 0 0 0ットに対し13万8 0 0 0ットに制限された。これは、ボイラーの運転信頼性などの要因による制限であったが、1952年11月の7号ボイラー増設で解消され、 認可出力も15万9 0 0 0ットに引き上げられた。なお、下記4号機の設置と同時に、新造の蒸気タービンと清水火力発電所からの移設の発電機を組み合わせた4号、所内タービン発電機が増設されている。1951年の中部電力発足当時、戦後復興による電力需要の急増に伴い、発水機には、 火力発電所の全出力運転を加えても、需給が逼迫して、供給制限を行う状況にあった。このため、中部電力では発足直後から供給力の拡充に取り組み、同年10月には、水力、火力双方の電源開発計画を策定、明港火力発電所では、ボイラー3巻と5万3 0 0 0ット発電機1台を増設することとなった。このうち、 差し当たりボイラー3巻のうち1巻、すなわち前日の7号ボイラーを増設。残る工事では火力発電技術の向上に合わせて設備を大型化し、ボイラー1巻につき発電機1台を割り当てるユニット方式の採用に踏み切った。こうして8号ボイラー並びに4号タービン発電機が1953年12月13日に完成した。 8号ボイラー並びに4号タービン発電機の概要は以下の通り。4号機及び同時に竣工した4号タービン発電機の増設によって発電所の認可出力は20万9 0 0 0ットとなり、翌1954年1月13日には4号機超速装置の整備に伴って設備容量と同じ2 1 9 0 0 0ットとなった。4号機に続き、 1955年下記における供給力不足の見込みと大井川水系井川発電所の工事遅延という事情により早期の供給力増強を目的に急遽明港火力発電所9号ボイラー並びに5号タービン発電機が建設されることとなった。4号機と同様ユニットシステムを採用しさらに大型化して出力は6 6 0 0 0ットとされた。 1954年3月に着工、1955年6月29日に完成した9号ボイラー並びに5号タービン発電機の概要は以下の通り、設備にはアメリカ合衆国の技術が取り入れられており、ボイラー、蒸気タービンともにコンバッションエンジニアリングの設計を適用した国内製品を設置している。また、 石炭不足という当時の事情からボイラーは重油の使用にも対応する設計とされた。この増設によって認可出力は28万5000キロワットとなり、すべての工事が終了した。また完成を祝って、松永安左衛門記号の堂々扱いの記念碑が発電所に設置された。太平洋戦争中、明港火力発電所は空襲被害を受けている。 具体的には1945年6月26日、屋外変電所南側付近に爆弾が落下し、変圧器や屋外設備が被災、その他工作場、倉庫、社宅が全半壊した。また戦時中に発生した東南海地震、三河地震でも警備の被害があった。戦後の1959年9月26日に、 上陸した伊勢湾台風では35センチメートル程度の浸水被害があったが、被害は警備で、屋外変圧機の修理を待って28日には発電機の運転を再開した。明美港火力発電所5号機増設直後の1955年12月、三重県四日市市に三重火力発電所が新設された。 ついで1959年には同じ名古屋港に新名古屋火力発電所が建設され、1963年には四日市市に四日市火力発電所も出現した。この間発電機は大型化し続けており、1960年以降に導入された新名古屋火力2の6号機及び四日市火力1の3号機はすべて22万キロワット発電機であった。 こうした大容量の新火力発電所建設に伴い、日本発草原時代から稼働する三つの発電所の内清水火力発電所、名古屋火力発電所は九百六十四年に相次いで廃止された。明港火力発電所でも稼働率が急減したため、九百六十六年六月より一から七号ボイラー並びに一から三号機、同年十二月より残りの設備も 長期休止、保管体制に入った。1967年10月には保管要員も転出して、主営を残し無人化されたが、翌1968年12月に、需要増加のため保管体制は解除、周辺市街地下に伴う環境対策工事の進行を待って1969年7月より4.5号機、1970年5月より、 1>, 1から3号機の運転を再開した。再開に際し、重油潜傷化改造を受けて、石炭火力発電所から石油火力発電所へと転換されている。再開後は、戦闘不可発電所として稼働したが、1974年3月に、地下火力発電所4号機が稼働し、電力需要についても減少したため、1976年より、再び休止された。 その後再稼働することはなく、1982年11月10日付で、廃止、19日に閉所式が挙行された。累計発電量は156億8000万、キロワット時であった。廃止後、91号タービン発電機が、下火力発電所の広報施設、下電力館へ移され、保存展示されている。中部共同火力発電に関するカテゴリー、ありがとうございます。